姿を。これがお前の心の奥底に大切にしまわれている人間の姿だ。これでもうお前は俺に指一本触れることはできない。聖夜たちがあっけなくやられたわけだ。この一気には通じる。いや、最愛の弟にとどめを刺したらお前は人手なしか。バカ、目の前に本物の神がいるわ。それに化けて何人だ。偽物であれ、最愛の人間に躊躇なく手をかざすとは、お前には人間の情愛も涙もないのか。少子、お前が愛や涙を口にするな。愛が汚れるわ。だが確かにお前が言うのだ。この時、愛も涙も遠に捨てた男なんだ。最後にお前の甘さを見せてもらったと。愛も涙も捨てたと言いながら結局は捨てきれぬ。確かお前がエスメラルダに同化していれば俺がやられていた。老子に命じられ、ライブラのクロスを届けに来たシルバーセインとオプスのタイナ、足止めをしていたマーメイドのマリーナ、テフィスを倒した後、シャイナは一路ポセイドン神殿へと向かった。こうなったらポセイドンを引っ捕まえて、奴自身にアテナを救わせてやる。ポセイドンといえども、所詮元は海将王のお坊ちゃ。何の戦闘訓練を受けたわけではない。このシャイナ一人で首伏せてやるさ。
素顔が見たいようだな。よかろう。ここまで前線した褒美だ。
将来。チビ、お前かな。ちょろちょろとライブラのクロスを運んでいる。その箱をこちらに置く。俺は敵ならば微塵も容赦し、こんな風にな。クロスを渡す、その箱ごと吹き飛ばしてもいい。母親に会いに行くのは自分だけのことだと思ったな。ならばお前に命を助けられたことも、この今日が個人のことだ。いかに借りが大きいとはいえ、個人のことで地上をポセイドンに渡すわけにはいかない。多くの人々のためにセイントとしてお前を倒す。クロスには神たちの魂が宿っている。ゴールドセイントの血がこのクロスを蘇らせてくれたのだ。早く柱を破壊しなければ、このライブラのトンファーで。今日の柱も片付いた。今日は見事だ。やっと敵に対して訓練が終わった。Encore pas demandé. Isaac, comme des modans. Mekas, Zayn, ton toucher. Stout, ta ketchup, ou j'étais au cas. Il va me ressembler qu'il faut. Posez-vous. Scotcho! Isaac! Il n'y a qu'à Yoda. Qu'est-ce que tu dames cela?Fini tour, parti. T'as mangé ? Ah, tu te sens pas.
と言いたいが、君にはもはや戦う力など残っていないようだ。これ以上死人に等しい君を相手に戦うつもりはない。さあ、引きたまえ。戦いはまだ終わったわけじゃない。僕たちの誰かが一人でも生きている限り、息の続く限り、当てる。というより祈りのような。しかしこの恐怖は何だ。決して威圧的ではない。むしろ安らぎに満ちたアテナのコスモから大いなる恐れを感じるとは。アテナの歌声に少しばかり命を流れたが、結局は死ぬ運命だったようだな、アンドロメダ。アンドロメダ。まだだ。アテナはまだ諦めていない。僕だって諦めるものか。高まれ、僕のコスモよ。敵に後ろを見せると思うか。いかにストリームを強めよう。この最後の一吹きまで封じること。強大なコスモの気配を感じて、自らの守る北半星陽の柱から動かないカノン。しかしそこで耳にしたのは、それらが守る南大西洋の柱が崩れ去る音だった。残りのブロンズどものコスモポセイドン神殿へ向かっている。ポセイドンを刺激するな。ジュリアンの体内に眠るポセイドンが目覚めてしまう。それでは俺の野望が。それは面白い。
気配お前だったのか、フェニックス一騎。俺はサガのアナザーディメンションか、生還してきた。それに比べればカノン、お前のゴールデントライアングルなど問題にならん。しまえと言ってるんだ。兄さん、いい加減正直になったと。確かに幼い頃から兄さんは心優しい神のような心の持ち主として育ってきた。だが俺は知っているぞ、兄さんの心に俺と同じ悪が眠っていることを。黙れ、お前のような悪を放っておくわけにはいかん。この兄の船、スニオン岬のエバローに幽閉してくれる。サガによってスニオン岬のエバローに幽閉された俺は、そこで幾度も視線をさまよう。その度に、どこからか温かく安らぎに満ちたコスモを感じて、命を救われたのだ。そして俺は、その岩の奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた俺は、アテナの壺からポセイドンの魂を目覚めさせた。だがポセイドンの魂はジュリアン・ソラの体内に宿り、再び眠りについた。このカノンに与えられた好機、ポセイドンを永遠に眠らせたまま、神の名のもとに集まったマリーナたちを束ねて、このカノンが全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞ、カノン。お前もサガ、ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだ。神を欺いた大罪は決してお前を許してはおかん。なんだと。なり損なったというわけ。何？ジェネラルをことごとく攻めようと、眠っていたポセイドンも目覚めようとして、お前の野望は今や偶然の灯火よ。確かにお前たちのことはこのカノンにとって大きな誤算だった。だがお前も大きな誤算をしでかした。何？さっきの幻魔剣で俺を倒しておけばよかったものを、唯一のチャンスを無駄にしたな、フェニックス。全力を持ってとどめを刺してくれる。そんなにアテナの壺のありかを知りたければ教えてやる。アテナの壺はメインブレドウィナーの中だ。あそこにあれば何とも手に触れることはできん。アテナとモノの未来永劫を眠り続けるのだ。
望も終わりですね。すべて聞かせていただきました。シードラゴン。いや、ジェニーのカノン。セリレン。ボーラ、ライブラのクロス。神殿に行け。何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、すべては無意味だ。よく言った、セイレン。しない男。何を？待て一騎。カノン、本来ならあなたをこのまま生かしておくことはできない。聖霊。神を欺いたばかりか。清らかなる世を訪れることを信じて集った同志まで。その罪。死してなお余りある。それはだが、アテナに彼女の歌に感じた恐れ、自分の身を犠牲にしてまで人々を守ろうとする彼女の大いなる愛、汚すわけにはいくまい。アテナのコスモはあなたをも守ろうとしているのだからな。それもわからないならカノン、確かにあなたは殺すにも戦うにも値しない男だ。ついに意識を取り戻したセイヤは、自分の呼ぶようなシャイナのコスモに導かれ、ポセイドン神殿へと向かう。そこでセイヤが見たのは、目覚めつつあるポセイドンと倒れたシャイナの姿だ。守るものが亡くなったのだ。さあ、引き倒れ。
打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきた。